欧州漢字検定の皆さん、こんにちは。欧州漢作文問題のポイント、過去問の、ね、ポイントを簡単にお話したいと思います。まず平成18年未来の学校、これについて書くときのポイントをお話しします。この年がね、欧州漢ができた初年度です。初年度の問題で未来の学校というテーマが出ました。正直言ってこの年は今の欧州漢ほど難しくはありません。今よりも難度がかなりちょっと下がってますよね。で、その時今とはちょっとまあ出題傾向が違ったなと考えてもらってもいいんですけど、しかし、でもしかしですよ、この年も設問をしっかり読むということは変わりません。このね、短い文章の中にいろんなヒントがありました。そこをしっかり読み取れてるかどうか。そしてもう一つは、未来の学校、欧州漢ができたよね。あなたは欧州漢でどんなことを学びたいですか。その部分だよね、やっぱり。問題文にも、ただし未来の学校は小学校でなくても良いですと書かれていた。小学校でなくても良いです。ここが一つ大きなポイントになるわけだね。小学校というのも、さっきも言ったけど、あなたが将来行く欧州漢でどんな風に学びたいか、そういう部分のメッセージを見取ってほしい、そういうことですね。それと、問題文にはポスターがありました。ポスターの中にはいろんなヒントがあったよね。未来の世の中がこうなってほしい、または未来の世の中はこうなってるだろうということを関連させながらということが、だからここがないと大幅な減点になるっていうことだよね。そしてあなたが考える未来の学校、作文を読む人にその学校のことができるだけ詳しく伝えるように書いてくださいってヒントがあった。この部分をしっかり読み取れてるかどうか。そうだね、欧州漢作文のポイントの一つにありました、設問の意図をしっかり読み取れているかどうか。その部分が大きな合格を分けるね、分け目になったと思います。しっかりと読み取って学校からのメッセージ、小学校でなくてもいいんだよ、未来の学校、欧州漢こそ未来の学校じゃないですか、そこであなたはどんなことを学びたいですかっていう部分をしっかり考えられるかどうか、ここが大きなポイントになります。この年から設問の意図をしっかり読む、言われたことに対してしっかり理解しているかどうか、その部分が作文でも求められます。そこをしっかり踏まえた上で挑戦してみてください。それでは皆さん、頑張っていきましょう。